今日紹介するのはこちらですね。このね、色ちょっとね、薄紫の色、好きな人はあ、来たなと思うと思うんですけど、シルバンパタイヌで、2017年、去年の年末から販売してたんですけど、深海では飲んでたんですけど、初めて1本飲んでみようかなって言って、抜栓今3時間後ですね。で、マルサネ、ブルゴーニュでも一番北のマルサネ の作り手なんですけど、まあ、いわゆる自然派、ナチュール系では結構有名で、ビオディナミとかもかなり歴史古くやってる方で、いわゆるナチュール香とか言われてますけど、で、一社インポーターさんがすごいナチュラルワインですごい強いところをやってるので、そういうイメージも強いのかなっていうのがあるんですけど、とにかくね、うちは大栄産業の三浦さんから買ってるんですけど、三浦さんはもう毎年シルバーのところでいろいろ話を聞いて、その話も伺ってるんですけど、とにかくひたすら真面目で、話がめちゃくちゃ長いらしいんですよ。シルバンのとこに行くと半日ぐらい作り方とかを話させるぐらいらしくて、で、年末に飲んだ白ワイン覚えてるから、ローラン・パタユのバールミルが弟さん でシルバンはお兄さんですね。でも見た目もカーリーヘアでヒゲモジャで、この丸メガネかけてて、もうなんか個人的にはすごい好きな見た目で、もう10年ぐらい前ですか、ネットでたまたまこの業界では有名なノイジーさんがシルバン紹介してて飲みたいなと思って、で、初めて飲んだのが千葉のサクラっていうイタリアンレストランで、このブルゴーニュのシャピトルってもうちょっと上の規模で飲んだ時に、これすげえうめえなということで、それから飲み始めて、3年前からうちでも年末限定で販売してるワインになりますね。で、一応取り寄せもできますん で今回これは4000円税抜きになってますね。で、他にもね、うちのワインセラーで今ちょっとセラーから出したんですけど、マルサネとかマルサネクロデュドロワとか、あとね、特徴、ブルゴーニュで唯一作れる産地、ロゼを作れる産地がマルサネなんですよ。で、マルサネのロゼもね、実はロゼは年末ね、阿部さんとね、めちゃくちゃ良かったです。その時の画像を今貼ります。これ最強のうまかったんで、ロゼはね、めちゃくちゃ力強いロゼなんだけど、白ワインっぽい爽やかな感じもあってめちゃくちゃうまかったんで、ロゼはすごい数少ないんで、もうもしかしたらないかもしれないですけど、じゃ早速17年ブルゴーニュ、これは広域ですね。まあ、いわゆる一番赤ワインの中では安値のワインになりますね。ちょっとあれですね、シルバンカラーですね。結構ね、色はね濃いめなんですよ。あ、そうですね、割と濃いでしょ。そうですね、思ってたより先週のラマルシュちょっと熟成して茶色かかってるけど、結構ね、周りは薄いんですけど、ま、真ん中はもう奥が見えない。そうですね、ね、結構ブルゴーニュの中でも割と濃いめの味にしてますけど、香りはね、まあもちろん17年でもう瓶詰めしてまだ1年も経ってないんですけど、爽やかっすね。梅っぽさもあるし、ちょっといちごっぽさもあるんですけど、色合い通りね、ちょっとね、皮の厚み、すごい単に渋みが少し出てるなっていう感じで、ほんのりブルーベリーっぽさも感じて、すごいミネラリーな香りがすごい出てきてますね。早速、うまい。
マジ前。おー、いただきました。まずね、やっぱスーッと飲める。すごいピュアで、ミネラル感じる、みずみずしさが感じて、で、さっき香り通りなんですけど、少し苦みもあって、その中に今残ってるのには梅っぽさ、爽やかな感じで、結構ストロクチャーはまあ普通の小粋のブルゴーニュに比べると広いんだけど、そのミネラルと梅感でタンニン、でこのねブルゴーニュのこの味わいだったら多分ねこれはやばいっすね。もうちょっとしたらね、秋ぐらいになったら開けようかなと思ってるんですけど、これはね実はあんまりね知られてない生産者ではあるんですけど、まあ数もねそんなにないんで、マルサネはブルゴーニュの中でも唯一グランクリプレミアクリなんですけど、このクロデュロワっていうのはね、王様の区画とかそういう意味なんですけど、黒っていうのが区画でロワが王様っていうことで、今申請してるらしいんで、マルサネのね弟さんとともにすごい産地な今後新たに生まれてくると思うんで、もうとにかく最高っす。シルバンパダイユ、ぜひこれは店頭にないんで直接連絡ください。じゃあ鈴木くんでもシルバンのブルゴーニュ飲んでみようか。いただきます。いや前回一回飲んだことあって、あ今回赤ですね。あれはローランです、はい、お兄さんのシルバンで、はい、いただきます。あ、香りめっちゃ開きまくってますね、うん、17年。はい、ということで皆さん、タウロスズキの本領発揮して、このためにもタウロスから皆さん色合い分かります。これ濃いね。濃いですよね、ブルゴーニュのピノノワールってこれですからね。じゃあいただきます。うん、めちゃくちゃいいっす。いいっしょ、めっちゃいいっす。いいっしょ、ブルゴーニュ。一回僕17年のズーガーを飲んだことあるんですよ、うん、黒だけどね、ブルゴーニュの、うん、よりも力強いっす、うん、ギガに比べてタンニンがやっぱ強く出てる。そうっす、うん、17年って基本的にそんなにこうわりかしタンニン弱くなりがちなヴィンテージって言われてるんですけど、うん、これに関してはすごくタンニンいいっすね、うん、酸味と一緒にいてたの、強烈な酸出すんで、それが特徴なんだけど、はい、シルバーはね、もうタンニン結構ガッツリ出すから、うん、ああなるほど、なるほど。でその中でもミネラルとかナチュール感あるでしょ、うん、飲みやすい感じ、飲みやすいです。これがシルバーなんですよね。いやこれはですね、一口一口一滴一滴の重みがやっぱ違いますね、うん、新たなブルゴーニュの境地開いてるでしょ、シルバー開いてます。もうぜひね、これはブルゴーニュ、ピノノワール興味あるなって方はぜひ1年に1回絶対飲んだ方がいいですね。うん。